前回鋼の斧を手に入れました。家の増殖をしました。直したトロッコが便利すぎました。夜釣りをしていたらスーパーナマコが釣れました。ついについについにリアのハートを手に入れました。おはようございます。あ、家が広くなってる。家が広くなってる。そっか、そうだそうだ、大工さんにね、家の増築を頼んだら家が広くなった。2部屋？あ、でもなんか料理できるとこ、あ、キッチンだ、キッチンだ、ここで料理できるんだ。おう、なんかある。なんだろうこれは。あ、料理の、あ、レシピなんだ。卵1個でもあれば目玉焼きができるんだ。あ、そうするともう料理すると体力とかエナジーとかの回復量が跳ね上がるんだ。オムレツ、ミルクと卵で100エナジーの40回復。あ、素材そのまま食べるよりも一気に。なる、あ、で、ここは素材用のチェスト。あ、料理の素材が入るチェストか。おー、卵とか入るんだ。なるほどね。家が広くなりました。やったね。よし、やっと料理できるよ。いろんなレシピ覚えたしね。レシピ覚えないとでもできるのかな。で、いよいよ27日で秋が終わるっていうことで、そろそろ、あ、じゃあ夏が終わるっていうことで、秋の準備をするのに、じょうろをね、アップグレードしようと思います、今日は。お、精錬クリスタル手に入った。コメントで精錬クリスタルは、この水晶、水晶焼けばいいですよって書いて、あ、ほんとだ、焼けるんだ、これ。全然知らなかった。そうなんだね。よいしょ。こんな感じにしといて。コメントでね、いろいろ教わってるんですけれども、あとは、ま、ここら辺が、そうだ、夏のね、作物はもう今日で終わりにしちゃおうかな。で、じょうろをアップグレードに鍛冶屋さんに出しちゃうと、もう、じょうろが数日使えなくなって、水が結局負けなくなっちゃうので、まあ、それでいいかな。もう、夏も終わりで、これが秋になったら全部枯れちゃうんで、夏育てた作物は。なので、これで終わりにしちゃいましょう。うん。唐辛子も取れたしね。いやー、面白いね、このゲーム。結構コメントでは、ともさんの実況を見て始めましたっていう人もいっぱいいて嬉しいです。あ、いよいよなくなっちゃった、入れるところが。ほほほ、いいね。あとは、サイロのため方、みんなからいろいろ教わりました。この釜、全然使ってなかったんだけど、今まで剣でこうやって草刈ってたんだけど、これを釜で刈ると、サイロに、草がどんどん溜まっていくそうです。こういう風に。あー、溜まっていく、溜まっていく。あ、これか。星草5、6って。お、なるほどね。これはなんか頭上にピロピロって出てるから、手持ちには増えてないみたい。これやれば、サイロの中に今、星草がどんどん溜まってる状況なのかな。なるほどね。こうすればわざわざ買いに行かなくていいんだ。1個50円もするからな、星草も。40円だか50円だかするもんな。こうやって買っていけば、どんどんサイロに星草が溜まっていくと。サイロちょっとチェックしてみようか。めっちゃ溜まってる気がする、これ。よいしょ。これでどうだ？サイロ、サイロ。あー、58分の240。お、一気に50。60も溜まった。で、こうやっといて、で、欲しくなったら、お、卵だ。卵だ。欲しくなったら、これをクリック、クリック、クリックってやると、欲しくさがバリバリ手に入るんだ、ここから。で、こうやってやると、もう餌はバッチリと。なるほどね。分かってきた、分かってきた。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし、で、卵持ってちょっと料理してみようかな。レシピ覚えてないとダメなのかな。あ、できるじゃん、もう。なんだこれ、ブルーギル、ブリーム、小麦粉で焼き魚。へぇ、50の20回復か、目玉焼きで。で、生で食べるとどれくらい ?25 の10。25の10がただ焼くだけで50の20になるんだ。はい、作る。あ、もうこれで料理したってことになっちゃうんだ。えい。できた。50の20。目玉焼き1個いくらなんだろう。マヨネーズは170円とか190円とかしたけど、1個だけ入れてみるか。1個納品。いくらになるんだろうな。まあ多分マヨネーズの方が高そうな感じがする。手間的なことを考えても。で、これは一応回復アイテムで取っておきましょう。そんな感じかな。あとはコメントの方で、上の方の2本並んだ楓を切って倒してくださいっていうのがあった。これを倒すと、あ、そう、鋼の斧になったから木が倒れるのが早くなってる。あ、早い早い早い。あ、もう壊れた。早い。今までね、普通の斧で10発で木倒れたんだけど、そこから銅の斧にして8発で3、4、あ、早っ。めちゃくちゃ早くなった鋼の斧。あー、で、ここで洞窟が、なるほどね、見えるようになるってことか。ありがとうございます、アドバイスコメント。これがディメトリウスの
あ、なるほどね、言ってたやつで、ここで、うお、赤いキノコってレアじゃなかったっけ。あんずだけど、マッシュルームめっちゃ手に入ってるけど、やばやば、何これ、やばやば、結構手に入った。赤キノコにマッシュルームにあんずだけ、いいね。キノコ類も結構手に入るようになってきました。まあ、こんな感じでだいぶ進んできたかな。で、あとはコメントでここら辺綺麗に整理してくださいっていうコメントもいっぱいあったんですけど、ちょうどね、夏から秋に変わるときに、この作物が夏の作物全部枯れるので、それを機に一気にここ整理整頓しようかなと思うので、もうしばらくちょっとこのままにしておきます。で、秋になったら、一気に枯れたら変えようかなという感じですね。あとはコメントにリアに流木をあげてくださいっていう、あの伝説の流木あげてくださいっていうコメントだったんだけど、本当かな、なんか騙されてるような。流木喜ぶかな。でもリアはな、金のかからないいい女だしなその辺に生えてる草あげただけで喜んでくれるからな。リアの今好感度は1ですよ。リア、あのプレゼントあげちゃった。今日は、今週は2回も。あ、ちょうちょ、週末はみんな楽しそうにしているように見えるのは私だけかね。いや、みんなそうだろ。週末は、私は平日も週末も関係ない仕事についているが、あ、ちょっと嫌み言ってる。まあいい人、愚痴の一つや二つ言いたくもなるわな。リアの居場所が分かればプレゼントあげられなくても話しかけに行くんだけどな。まあいいや、とりあえず海の素材を集めに行きますかね。がっぽり儲けよう、今回も。がっぽりがっぽり。もう夏も終わりですよ、ヘイリー。うわ、キモ、あ、やべ、虫あげちゃった。違うんだよ、虫あげちゃったよ。農業って退屈そう。毎日一体何をしてるの。作物の世話、洞窟の探検、君の部屋の周りをうろつく、宝探し、君の部屋の周りをうろつく。え、そんなことするのやめて白目なんか世紀末な漫画に出てきそう。やば、ヘイリーの好感度ダダ下がりだな。まあいいか、ヘイリーはほっとこ。なんか鶏にハートマークこうやって触ってあげると、あ、ここのハートマーク稼ぐことで、鶏がいい卵を産んでくれるそうですね。なるほど。お、精錬クリスタルになってる。ゴミが精錬クリスタルってやばいよな。やべ、鍛冶屋が閉まっちゃう。あ、閉まった、鍛冶屋閉まったが午後5時で。うわ、マジか、痛いなこれは。今日のうちにじょうろをやりたかった。あー、これは痛い。うろうろしてる間に時間過ぎちゃったよ。早いな、時間が流れるの。まあしょうがない、釣りでもしてるか、余った時間は。あ、リアいた。ほんとだ、酒場の夜にいたリアが。近くの小川のおかげで夏でも家の周りは少しだけ涼しいのよ。だって、そうなんだ。私あんまり暑いのは苦手なの。ほうほうほう。なんかプレゼントあげたいけどな。リアにはもうプレゼントあげてるんだよな。あげられんの。あ、これ虫餌あげるところだった。流木あげてみてくださいって。でもプレゼントも2個あげてるから多分無理だと思うけど。あー、リアには今週プレゼント、今週プレゼントを2個渡している。無理か。そうか。まあこうやって話しかけるだけでもハートは上がっていくっぽいから、よしとしよう。午後9時半ぐらいにはいるんだな。なるほどね。まあ夏のリアの行動パターンはそんな感じ。行動パターン、なんだかストーカー気質な感じになってきました。スタディーバレー実況大丈夫でしょうか。じゃあ、公民館にアイテムを納めに行こう。アフト、あ、マッシュルーム、マッシュルーム持ってる。秋の最終バンドルにマッシュルームが入って、冬の最終にくわいが入りまして、と。染め物、あ、染め物に赤キノコ、はい、赤キノコと。オッケー。家が広、あ、暗い暗い、松明置かなきゃ暗いのか。真っ暗だ、おやすみ。おー、最初スキル上がった。飛来神と野生の種、秋とワープトーテム浜辺なんじゃそりゃ。野生の種が作れるので、飛来神ってなんだろう。あ、そっか、なんか電池蓄えられるみたいなことだったのか。まあ、結構入れたぞ、魚とか。料理は80。やっぱりマヨネーズ作った方のが、うわ、35か。そうか。じゃあマヨネーズの方が全然高いんだな。299円になりました。採取が割と結構いい感じだったんだな。まあ、サンゴ2個取れたのが大きいか。農業は唐辛子とブドウ、あ、ブドウ1個120円もするんだ。高え。オッケー。
もう1000円とかは全然もう行くようになってきたな。今まあ900円だったけど。1年目の夏最終日だね。夏の最終日って何かイベントがあった気がするんだけど、あ、やっぱ手紙来てる。今日イベントでしょ。ガミちゃんや、今夜の10時を回ったら世にも珍しい素敵なイベントが見られるよ。月光クラゲというクラゲが冬に備えた南への長い旅の途中でペリカンタウンを通り過ぎるんだ。町のみんながビーチにクラゲを見に集まる。君も見逃したくはないだろう。でもでは今夜会おう。ディメトリウス、あの科学者か。ディメトリウスって本当にマジであのボルデモートの仲間みたいな名前してるな。あー、ゴミだし、カニ、カニカゴ。そして鶏の卵も見に行く。おっしゃ、鶏の卵はマヨネーズにしようっと。そっちの方が高いし。でここの洞窟、洞窟でキノコはない感じか。あ、海行けないんだ。今の段階で海行けないよ。海行けないよ。お前まさかコンピューターであることをいいことに海行こうとしてるな。お前使ってたシューズに茶色のシミができたから新しいものを買ったんだ。お前のシューズは捨てた。寄付してもよかったけど、俺は履いてたシューズを扱うようなもの好きなんて考えたくもないな。俺行けないでしょ。1台目の行けるの行けるの。あ、執行役員とかなのか、アレックス。海の素材回収させてくれよ。まあいいや。じゃあ鍛冶屋さん、じょうろ改造してくれ。9時オープンだって。あと10分くらいいいじゃんよ。10分何しろって言うんだよ。ここら辺の葉でも買ってやろうか。切ってやろうか、ここら辺の町の木を。この野郎、開けろ。本当に開いた。はい、こんにちは。道具をアップグレード。じょうろを銅のじょうろにしてください。ありがとう。できるだけ早くに作業しよう。数日で準備ができるはずだ。なるほどね。で、じょうろが手持ちからなくなるんで、まあ農業はできなくなるけども、まあ28日で最後だしね。今日が夏の最終日っていうことで、まあそれはいいでしょう。そしたらいろんな設備作ってみてってコメントもあったんで、何か作るかな。これがメープルシロップがな、取れないんだよな。メープルシロップが取れればいいんだけど。ヨーコーラ作ったでしょ。マヨネーズマシンは作った。樹液採取機も作ったでしょ。炭焼き釜はまあ手に入れた。木から石炭1個か。うん、あ、保存ジャーか。保存ジャー作ってみるか。野菜をピクルスに、果物をジャムに変える。あー、これまた納品かもしんないな。これ木材50と40と石炭か。 OK。 木材と石と石炭で、これね、保存ジャー、はい、作りました。食料室、畜産物、加工品バンドル、これか。ジャム、蜂蜜、ジャム、ジャムなら何でもいいのかな。ジャムに変えてくれるってさ。じゃあこれを作ろうとすればいいのか。ジャムになるものってなんだろう。あ、いちごか。春の取っといたいちご、これ入れてみよう。お、こんな簡単になるのか。クリアだ、加工品きっと。よしよしよし。飛来神は鉄の延べ棒に、精錬クリスタル、雷のエネルギーを集め電池にしてくれる。もうこれ作ってみるかな。今作れるのは鉄と精錬クリスタルとコウモリの翼。あ、全然余裕。あ、やっぱこういうのバシバシ作ってった方がいいんだな。飛来神作った。これは意味あるのかな。ここに設置する。えい、メープルシロップできてる。やった、メープルシロップで逃げた。じゃあもう一個どっかに仕掛けたんだよな。あー、これはまだか。できてるな、そういうアイコンになるんだ。ほう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 。やった、メープルシロップ手に入れました。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。どっかにメープルシロップの納品があった。レアモノバンドルかな。クラフトのレアな最初。これだ。メープルシロップあるけど、まあ、牧場でそのまま取れるっていうんなら、そのままほっといていいか。松ヤニとオークの樹脂とメープルシロップと、ここら辺をポンポンポンって入れれば、キノコとか集めに行かなくてもいいっていう感じだね。であれば、メープルシロップを蜂蜜に使おう。蜂蜜が確か、食料品？加工品の、うん、ここ納品のやつに上がってたから。いい感じ。で、クラフトで、蜂蜜の巣箱。木材と石炭と鉄か。オッケー。あ、木材結構使うな。後で仕入れとかね。できた。蜂蜜の巣箱。外に設置しておくと美味しい蜂蜜が取れる。オッケー！蜂蜜！
はちみつはちみつ、ここら辺がなんかいっぱい設備が整ってきた。ちょっとここ場所変えたい。よいしょ、これも変えたい。これ端っこにしとこう、なんか様子が違うから。これだけ合ってるかどうかは分かんないからな。えい、これでほっとけばはちみつができるんだ。よし、いいぞ。入れてと、あとなんか作れるものある？ないよな。うん、ないね、ないね、ないね。ああ、8時50分か。じゃあ、海の方に行って、そのルアウパーティーとやらをちょっと楽しんでみようかな。あ、釣れろ。月光クラゲのダンスが浜辺で始まった。今、ちょっと待って。もうかよ。まあいいや、行こう。入れた。どんなイベントだろう。え、全然人いないじゃん。桟橋の方かな。あ、桟橋の方だ。おー、いっぱいいる。月光クラゲって何、どこにいんの。あー、これ、これが月光クラゲ。クラゲの人生って気楽よね。波に身を任せてずっと漂っていればいいんだもの。何かあったか。グリーンはレアなんだよみたいな。あ、そうなんだ。グリーンなんているんだ。グリーンは いないな。こんなのすっごくレアだしワクワクするよね。あいつらって毒はあるのかな。まあ、クラゲだしね。だとしたらセバスチャンを海に突き落としたのはまずかったかもな。おい、セバスチャン海に突き落とすのやめろよ。かわいそうだろ。なあ、あそこで何か動かなかったか。なんだかでかくて黒い。嘘だよ、脅かしそうとしただけさ。セバスチャン、もうカメラを持ってくればよかった。いつも忘れちゃうの。さすがインスタ映えギャル。もう夏が終わるなんて信じられないぜ。まだ始まったばかりって気分なのにさ。確かに夏ってあっという間。年代物の木のデッキにあんなに人がいっぱい乗ってるなんて怖くって、私はビーチのそばにいた方が安心だ。面白いね。え、リアいないの。あ、リ、ん、これはリアじゃないか。ジョディか。見て、あそこで何か光った。ああ、消えちゃったわね。これが月光クラゲなんだね。あ、リアがいない。今夜はとっておきの靴を履いてきたんだ。誰も気づいてくれないけど。クリーンといいからジョール直せ。この限りない海を見て、深い水の底でありとあらゆる形の命が闇の中をうごめいている。そう思うとなんだかゾッとしない。エミリー、いつも考え方が怖い。もし僕たちが海を汚し続けたら、あのクラゲたちはきっと絶滅してしまうだろうね。残念ながらそれはもう起きつつあるんだよ。なんてことだろうね。自然に対する敬意が失われてしまったんだ。確かにな。夜の魚は普通光を怖がるんだがな。変なやつらだよ。自分で光ってるもんね。こんばんは、ガミちゃん。月光クラゲはもうそこまで来てる。もう遠くで一匹光ってるのを見てよ。キャンドルボードを沖に出したら、みんなドックにやってきて挨拶してくれるだろう。ほう、この二人できてんのか。このキャンドルってロマンチックよね。これキャンドルなんだ。ねえ、ちょっと明日はうちに立ち寄るの忘れないでくださいね。秋物の種が入荷してます。あ、そうなんだ、ありがとう。すごい商売上手だね。リアいないの。リア、リア、あ、なんか、あれはホタルか。いつものお二人さんとかがいて、リアは、いたー！リア！こんばんは、過ぎていく夏に敬意を表しているところなの。だから一人でいるんだ。リアの好感度まだ上がらないな。君の意見を聞きたいが、今船を出した方がいいかね。うん。ほう。船が出てった。あ、近づいてきた。わー、月光クラゲ光ってる。なるほど。月光クラゲもなんであんな赤アフロで鳥のくちばしが生えたやつが見てるんだろうって逆に思ってるだろうな。なんで人間なのにくちばしついてるんだ。あ、赤ちゃんクラゲだ。ここら辺でこう月光クラゲのダンスって感じなのか。あ、緑、レア、レアもの緑見つけた、見つけた。これがレアものだ。なんかクリックとかできないよね。なんか新潟かどっかにクラゲのみの水族館があるって聞いた。一回行ってみたいな。夏の輝きは去ってゆき、そして月光クラゲはまた大いなる謎を繰り返すのだった。なるほど。それで12時、12時になっちゃった。魚と藻を納品するか。ここら辺、明日から秋ですね。いよいよここら辺を改造しようと思ったけどできなかった。まあ一応植林場はここら辺にっていうことでできたけど、マイクラと違って別に光はいらないのかな。とりあえず12時50分だし、もう寝るかな。明日になったらこれが枯れてるっていうのがちょっと寂しいけど。
よし、じゃあ寝ましょう。ちょっと家の中にも少し松明さしといたけど、自分自身が光ってるかよくわかんねえな。秋の初日、夏の最後がこれで、まあ結構いったか、600、まあそこそこ。今日から夏の1日目。違う、秋の1日目。おはようございます。5500円。秋ですよ。おー、なんか秋になってる、枯れてる。あ、そっか、トウモロコシはそのまま健在なんだ。秋も取れる食物だから。あ、星マークのトウモロコシになった。なんか取れてるぞ、しかもザリガニが取れてる。ザリガニ、何に使うんだろう、ザリガニ。キノコを取って、あ、ハート増えた。卵を取ってと。なんか寂しい BGM だな。お、キノコできてる。紫キノコが欲しいんだけど。マッシュルームめっちゃ取れるじゃん、これ。あんずだけ。料理に使えたりするのかな？秋は何が取れるかな？お、早速。野生のプラム。お、なんだこれ。ヘーゼルナッツ。全部納品だな、まずは。まずは納品して。で、これ種買わなくてもいいんだよな。そうだ、納品しきっちゃえば買わなくても済んじゃうんだよな。うわ、ヘーゼルナッツ金星か。ちょっともったいないかな。ヘーゼルナッツと野生のプラム、あとはブラックベリーさえあれば。よし、ブラックベリー来い。どっかに落ちてるはずだ。山の方行ってみるか。一回海行った後山行くか。あ、かぼちゃだ秋っぽいね。なんでこんな寂しい BGM なんだろう。赤いキノコが生えてた。欲しい。ブラックベリーが落ちてたらもう秋の最終バンドルが完成しちゃうんだよな。あ、なんかキノコが生えてる。ブラックベリー落ちてないかな。落ちてないね、残念。誰も公園で遊んでると。おっと、ブラックベリーやった。よしよし、これで揃った。ちょっと星のヘーゼルナッツちょっともったいないけど、早速もう納品に行っちゃおうっと。秋の1日目で秋の最終バンドル完成だ。種もらえるんじゃなかったかな。だからいちいちあのピエールさんのところ買いに行かなくても済むみたいな。秋の最終バンドル、ブラックベリー、まあいいか、星のあげるよ。ヘーゼルナッツと、あとは、プラム、全部星付きでもったいないけど、まあいいや、もうささっとコンプリート。で、これで秋の種の詰め合わせと。 OK、 種買いに行かなくてもよくなった。あとこの2つか。冬の最終バンドルはまあなんとかなりそう。カニ、何これ、レアな最終バンドル、これか。まああとここは時間の問題な気がするんだよな。多くの樹脂と松ヤニとか、うーん、まあ時間の1、2、3個埋めたらもうここ完成だね。そしたら橋の修理っていうボーナスが働くと。なるほど、よしよしよし。あ、でも支柱になるやつは買った方がいいか。何回もさ、あの収穫できる種はしょうがない。ピエールのところで売り上げに貢献してやろう。あ、リアだ、リアコンチアッス。季節が変わるのってすごく早いのね、だって。おお、驚きだわ。よし、じゃあリアに流木をあげる。怒らないでね。これリスナーさんがあげてって言ったやつだから。えい、すごく気に入っちゃった。木だよリア、木なのになんて金のかからないんだリア。マジかリア、リア絶対これハート上がったろ。よしよしよし、友達決定だなこりゃ。まあいいや、なんだかんだ言っていっぱい種買っちゃったよ、ピエールのところで。まあこの秋の詰め合わせは何が育つか分かんないけど、このブドウとかナスとか、この支柱に何回も収穫できるやつは買っといて損はないかといった感じ。さてと、どういう風にしていこうかな、配置を。ここ考えるのってマイクラでもそうだけど面白いよね。さてと、とりあえずどうしようかな。これはスプリンクラー作ろうかな。もっとなんか使いづらいってみんなは言うんだけど、なんか自動でこうやって種まいてくれるなら、あ、じゃない、水まいてくれるならあってもいいかなって思えてきた。こんな感じでまずスプリンクラー自動ゾーンで、自動ゾーンにしよう。ここがよし、ここが自動ゾーンで、とりあえずこんな感じで植えるようにするか。で、上半分はかぼちゃとかを明日買ってきて入れよう。こんな感じならきっと大丈夫。とりあえず今日は寝とこうかな。松屋に、松屋にできてるかな、どこかな。うわ、できてる。あ、多くか、多くの樹脂、これ取っとこうっと。おやすみ。
よしよしよし、もう1000とか全然余裕でいくようになったな。もうマヨネーズだけで760。マヨネーズいいわこれ。キノコも結構高いし。がっぽりがっぽり。秋の2日目、多分今日でジョウロが完成する。よし、はい、おはようございます。体力全開。そしてもうお金は5700円。占いだけ見とくか。お若い男性が、これはスタジオバレーからのよ、どうぞいらっしゃい。え、今日の精霊はごく自然な感じです。一日の運勢はあなた次第。そんな良くもなく悪くもなくといったところか。お、なんかひらひら舞ってる。これひらひら舞ってるっていい時じゃなかったっけ。あ、トウモロコシゲット。あー、水撒いてくれてる撒いてくれてる。うん、こんな感じがいいなとは思う。そうだ、秋のカレンダー見てなかったな。お手伝い、6体の鉱山の溶岩地帯にレッドスライムをハンターを倒してくれ。おお、行ってくる行ってくる。750もうくれるんだ。ただあの弱いやつ倒すだけで。あれ、カレンダーが見れない。あっと、リアの誕生日は秋にはないのか。ペニーの誕生日なんだ明日。へえ。スピリットイブスタデューバレー祭り。リアの誕生日は冬か。じゃあ明日はペニーの誕生日なんだね。そしたらジョーロもらいに行こうっと。お、なんか鳥なんか綺麗な鳥。あ、なんか収穫して納品しようって思っちゃった。やばい金のことしか考えてない。ここの上にできてるだろう。もうよっしゃー、銅のジョーロー完成。銅のジョーロー受け取ったと。あったあったあった、銅のジョーロー。作物に水をやるのに使う。銅の水源からでも水を補給できる。いいね。きっとアップグレードしてるんだろうな、能力が。では、ジオード加工で、これ、普通のジオード。お？これ納品だ。セレスタ糸かな？わかんないけど。そして、はい、オムニジオード。おお、なんだこれ？ 3 つ。イリジウム。へえ、あ、イリジウムっていいやつじゃない？一番いいやつじゃない？これ、エキゾチックな鉱石、様々な興味深い特性を持つほか、精錬して延べ盛りできる。これいいやつだ、イリジウムのやつだ。やった、超いいじゃん、これ。セレスタインか。もう納品しよう。セレスタイン、あー反応しない。そしたらこれクランベリーの種とナスの種とブドウの栽培機と、ブドウの栽培機とまずここに、はい、よし。でナスの栽培機とここに、はい、でクランベリーもここ、あとここ、こんなもんか。おお、自分のいるところも巻くのかな。先3マスを巻いてくれるんだ。ため打ちができるってこと。スタミナの減る量はそんな変わんないんだ。肥料を撒いたところにかぼちゃの種、これが金星で納品できるやつ。よし、で、これ撒いて、あとはそんなもんか。あとひまわりの種、ひまわりも納品だからな。よいしょ。あと申し訳程度に種詰め合わせ。モンスター討伐誰。あ、もう倒してくればお金になるって感じか。お、倒してこよーっと。700円も結構でかいからな。強い強い強い、虫の大顎強い。よし、倒した。これで6分の1と。 OK、 ガミちゃんループ作戦でいきます。よし、達成したかな。スライム、石がいないかな。銀鉱石取ってさっさと出ると。でこれで達成しました。ルイスと会話すればいいだけか。ルイスは午後9時20分はな。もう一回家帰っちゃうか。そしたらバス停。いいねこのトロッコ。もうすっかり夜だけど。あ、ジャムできてる。ジャムだ。あ、ジャム手に入った。いちごジャム、甘いジャムだって。やった、いちご取っといてよかった。いちご取っといてよかった。トマトとかもジャムになるのかな。こことここかな。よしで自動でスプリンクラーが撒いてくれる範囲に全部収穫何回もできるやつを植えた。よし、でこれでため打ちじょうろで、えい、ため打ちじょうろ。いいね、じょうろのため打ち便利。アップグレード大成功だなこれは。とりあえずこんなもんかな。だいぶ綺麗になりました。これが収穫できるの楽しみですね。肥料もあげたし。
あげたしあげたしで、種もまだいっぱい余ってるしで、よし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 、では今回はこんな感じで終わりましょう。これ続きがめちゃくちゃ楽しみだな。よし、さて寝ます、おやすみっと。そこそこ今日も儲かったんじゃないかな、マヨネーズ入れたし。そんなもんか。でもまあ種分は儲かったか、儲かったか。これ終わり。ご視聴ありがとうございました。次は秋の3日目から。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら、この動画の続きが見たい方はこちら、そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。